願いします。ソイソスくんですね、よっちタイムです、よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。お、今日ちゃんと行くやん、どうしたの。はい、前回ですね、ソイソスくんの方からカラ芝居ですかね、はい、話が出てましたけども、まあ 夢とね、カラ芝居ね、うちの母親の体験談の話なんですが、ね、薄れる母親がまあある日ね、ちょっと待って、寝てたんですよ。子供の時ね、寝ててね、俺聞いた話なんですけど、ね、寝てたら、まあ夜ね、急にまあ、金縛り来たらしいんですよ。わーってなって、金縛り来たらしいんですよね。で、あーってなって目開けたら、なんか着物着てるかなんかわかんないですけど、女の人が、まあ、自分の枕元におって、自分の顔をぐわーって覗き込んでたらしいんですよ。めっちゃ怖いってなって、うわーってなって、怖いってなって、でもそれ動かれへんから、ぐわーってなって、あーってなって、しばらくしてパッて、まあ、冷めるわけじゃないですか。はぁーってなって、で、怖いから、まあ、自分の母親です、僕がいたばあちゃんのところに行って、ちょっとこんな夢見て怖いって言ったら、ばあちゃんも全く同じ悲しみになってるんですよ。怖えー。で、姉ちゃんもおって、姉ちゃんとか兄ちゃんも、全員、家族全員、全く同じ悲しみになったと、その時。その瞬間にえってなって、もうやばないってなって、すごいな。おう、そうそう、ね、ミラクル光るやな。いやミラクル光るでもね、薄まる。そうなるほど。でこれはなんかあるんじゃないかって、そのやっぱり悲しみって脳のそういう作用でっていうのはよく言われるんですけど、それだけじゃないよと。そうやんな、伝達してんもんな。全員が同じ悲しみになってた、ね。で次の日の朝ですよ、起きたら女の人が近くの畑で首吊りすってしてたっていう、その出てきた人が。だから実際その脳のやつで金縛りあってて言いますけど、金縛りは絶対心霊体験で、心霊現象でも絶対あるんですよ、これ。だから金縛りは脳の錯覚だけじゃない、これはもうそういう体験をしている方がやっぱたくさんいるし、金縛り自体はそういう霊的なものは僕絶対あるなと思ってます。僕はあんまり霊は信じないですけど、僕結構まあ心霊体験多いんでね、あんまり心霊体験みたいな。で僕はもう本当に疲れやすかったから、あれですよね、疲れやすい。ああ、そっか、かなり疲れやすいですね、やっぱり。僕はもう多分家柄であんまりなんかそういうの使えへんのかなとか勝手に認識してるんですけど、あ、まあ、血はあるんでね。結局その守護霊、まあ、僕も守護霊は、まあ、いますし、まあ、皆さん絶対守護霊っていうのはいるんですけど、まあ、大体自分のご先祖様がついてるパターンがほとんどなので、基本的にはその生まれとかによって結構強い、例えばお寺関係だったり神社関係だったりという方は結構しごれが強かったりする場合が多いんですね。ですね。だからそういうところに行っても結構大丈夫だったりする人が多いのはそういう関係だからっていう意味合いもあるんですが、僕もまあその守護霊が交代してからあんまりそう疲れたりはしなくなりましたけどね。ちょっと僕の守護霊と話してみてもらう。いや無理です、僕はできません。できるのはそのまあ霊感ボーイだけなんですけどね。まあまあ、見て僕はねよく見てもらって、この間もね、まあ、今ついてるかどうか見てもらったんですけどね、もういや分かれへんって言われたけど、ああそうなんだ、僕と張さんと、で霊感ボーイ3人で飯食ってて、で僕今何人ついてますかって言ったら分からんって言われて、えって言って分からんってどういうことですかって言って、いやまあ後で話すわっつって、で僕と霊感ボーイ2人で喋ってて、わさっきの分からんって何すかって言ったら、いや、張さんにさ、めちゃくちゃついててさ、お前についてるか張さんについてるか分からなかったよねって張さん、張さんやったんですか結局。張さんは死ぬほどついてる霊、霊が、それは、悪い霊が死ぬほどついてる彼は悪い、死ぬほどついてる、はい、僕、張さんに会ったことないですけど、あの方はめちゃくちゃ、だからお前についてるのか分からないぐらいついてるって言ってました横に座ったらもうどっちか分からへんぐらいついてるんですブワーってついてるんですやばいな。あなたはめっちゃ霊ついてますね。あの方も結構霊体験多い方なので、僕よりも霊的能力が高いですからね。うーん、そうなんだ。僕だから一緒にいることが多い。霊ガンプっていう感じですね。だから言う白書の、はい。でただあの方は守護霊が強いんじゃなくて、はい、本人の資質がめっちゃ強いので、その霊が死ぬほどついてるけど、霊がその張さん本人に触れないっていう状態みたいですね。強すぎて悪いことしようとしたら全部弾かれるんですって。で僕は触れると思います。まあ分かんないですね、今のマシュゴレイさんに変わってからあんまりそういうのがなくなったんで、今男性がついてますので。女性がいいな。前は女性でしたよ、僕。そう、1個前女性で今は男性みたいですけど、皆さんもね、まあ、守護霊なんか見てもらえると結構面白いですよね。確かに。うん。
そんな感じで、はい、あのまあ金縛りはだから脳の、まあ、錯覚ですよっていうね、そういう脳科学的に証明されてそんなありえないという意見もありますが、僕の中では霊体験十分ありえると思いますので、皆さんも、もしですね金縛りがあったら何か原因があるんじゃないかということで探ってみるのもまた一つなんじゃないかなと思います。ではまたこの辺でありがとうございました。ありがとうございます。本日はありがとうございました。もしこの動画聞いてくださったらぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします。こちらではツイッターも配信しております。そちらの方もぜひフォローよろしくお願いします。